11月7日、何の日でしたっけ？鍋の日。あ、冬の到来ってことですか、じゃあ。なんか立冬がこの日になることが多いんですか？あ、立冬、調査団が水野さん。水野さんが来るんですね。水野さん知らないの？いや、知ってるでしょ。立冬調査団は俺、日本のコメディアンの中では、まあ、大したことねえじゃん。今は日本の中のトップコメディアンの方がいますよ。僕のトップはリット・ジョダン・ミノさんと、あとは、孫正義さん。ハゲだ。なんだろう、ハゲだ。はい、トップはね。ハゲのトップの人と鍋をしてきました。VTR で。何の鍋できますか？まあ、なんかいろんな人と鍋したいんですね。まあ、一人なのとか入ってんだし、というのに妄想デートですか、じゃあ。妄想デート、VTR スタート。おはよう。今日は君のために石狩鍋を作ったよ。おいしい鍋を食べて一緒にやったもの。何？昨日のことまだお石狩になってんの？そういうお石狩、沈めて沈めて。さあ、そうですね。え？当たり前だろ。でも、君はこっち。はい、食べて食べて。大丈夫だよ。だって、俺らの方が熱々なんだから。Fuck.